カール・アンソニー・タウンズ・ジュニアは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州、ピスカタウェイ出身のバスケットボール選手。NBA ミネソタティンバーウルブズに所属している。ポジションはセンター。ニュージャージー州のセント・ジョセフ高校に入学し、1年時に2012年の州のチャンピオンをとなり、自身も ESPN25 高校生ランキングのトップを獲得した。2013年、 2014年もタイトルを得て、16歳以下のドミニカ共和国ナショナルチームに選ばれた。2013年1月6日、クアドラプルダブルの記録を残し、2014年1月5日に、再び20得点、14リバウンド、12ブロック、10アシストのクアドラプルダブルを記録した。タウンズはシニア年次には、平均20.9得点、13.4リバウンド、 6.2ブロックの成績を残した。2014年、タウンズは、ケンタッキー大学に進学を決め、高校 3.96GPA の成績で卒業し、2014年のゲータレードプレイヤーオブザイヤーに選ばれた。2014年、マクダナルズオール、アメリカンゲームケンタッキー大学では、各プレイヤーの出場時間に制限を設ける、独自のシステム、プラトーニシステムを採用しており、 その制限された出場時間の1試合平均21.1分の中で10.3得点6.7リバウンドの成績を残した。2015年の NBA ドラフトでは上位指名されることが予測されアーリーエントリーした。大学個人成績2015年の NBA ドラフトでミネソタティンバーウルブズから全体一位指名された。2015年7月7日、 ルーキースケールで契約し、サマーリーグではラスベガスで5試合に出場し、平均12.8得点、7.2リバウンドの成績を残した。2015から16シーズンの開幕戦のロサンゼルスレイカーズ戦に先発して32分、出場し、14得点、12リバウンドとデビュー戦でいきなりダブルダブルを達成するなど、新人ながら主力に定着し、 10から11月度のウェスタンカンファレンスの最優秀新人選手に選出され、以降も2016年4月までの6ヶ月間連続で最優秀新人選手に選出。さらに NBA オールスターゲーム前夜祭りの NBA スキルチャレンジではセンター登録の選手としては異例の優勝を成し遂げた。最終的に2015から2016シーズンは平均18。 三得点十、四リバウンドと全ルーキーでトップの成績を記録し満票で新人王を受賞した。2016から17シーズン、2016年12月28日のデンバーナゲッツ戦では15得点11リバウンド10アシストを記録し、自身初のトリプルダブルを達成した。最終的に2016から17シーズンは、 平均25.1得点12.3リバウンドを記録し、リーグ史上最も若い25から10プレイヤーとなり、ティムダンカン以来15年ぶり史上15人目となるシーズン2000得点1000リバウンドを達成した。2017から18シーズン、2018年2月18日に行われる NBA オールスターゲームに出場することが発表された。 3月28日に行われたアトランタホークス戦で自己最高かつフランチャイズ記録の56得点15リバウンドを記録した。また、1994年4月20日のウルブズ戦でシャキール・オニールが22歳45日で50得点15リバウンドを記録して、以来の若さ22歳133日で50得点15 リバウンドを記録した選手となった。4月11日、プレーオフの最後の座をかけた、デンバーナゲッツとの直接対決で26得点、14リバウンドを記録。試合は112から106で勝利し、ウルブズは2004年以来となるプレーオフ進出を決めた。プレーオフ1回戦、タイヒューストンロケッツの第3戦で18得点、16リバウンドを記録。 試合は121から105で勝利した。第5戦で23得点、14リバウンドを記録、試合は122から1 0